公費のエウケイは、朝鮮民主主義人民共和国の政治家、軍人。2017年12月時点での、朝鮮人民軍における軍事称号は、ウエスケと見られている。元朝鮮労働党中央委員会組織指導部隊、一副部長であり、2017年10月まで、朝鮮労働党中央委員会、政治局常務委員会委員、朝鮮労働党中央軍事委員会委員、 朝鮮民主主義人民共和国国務委員会副委員長朝鮮人民軍総政治局長朝鮮人民軍自卒の地位にあり金正恩、金英男に次ぐ党内序列第3位実質的ナンバー2と見られていた2005年9月に朝鮮労働党中央委員会副部長の肩書きで公式報道に初登場2010年9月に朝鮮人民軍中将 2011年3月に上昇に昇進していたことが確認されている。2013年12月の長政宅の処刑に重要な役割を果たしたと考えられており、この時点で、すでに党組織指導部第一副部長の職にあり、同部第一副部長の権力序列は、金慶玉、長信部とし、費の江随の順であったと見られていた。2014年3月には、 党組織指導部第一副部長の肩書きが公式に判明し、同年4月15日の第一回飛行士大会で大将に昇進していたことが確認され、同年4月26日の朝鮮労働党中央軍事委員会と朝鮮民主主義人民共和国国防委員会の発表を報じた同月28日の朝鮮中央通信の報道により、自卒に昇進したことが確認された。 2014年4月27日の朝鮮中央通信の金正恩の長距離、方兵軍分隊視察に関する報道では、朝鮮人民軍総参謀長の利益地より上位で紹介されていたことから、同性が伝えられていない朝鮮人民軍総政治局長の蔡竜海が失脚してその職務を継いだか、糖尿病で健康状態に問題があるとされる。 西流会の職務を代行していると推測された。2013年は西流会が金正恩の視察に最も多く随行していたが、2014年に入ってから自卒に昇進するまでは、公費の絵随が金正恩の視察に最も多く随行した人物となっていた。2014年5月2日、同1日に開催された朝鮮民主主義人民、共和国名で営業時を配信した。 朝鮮中央通信の報道で、木が朝鮮人民軍創政治局長の肩書き付きで紹介されたことから、木が蔡竜会の職務を完全に引き継いだことが判明した。これにより木が金正恩に続く、朝鮮人民軍のナンバー2になったものと推測された。そして翌3日には、蔡竜会の当初期への就任と、党内序列の降格が確認された。同年9月25日の、 第13期最高人民会議第2回会議で、期が国防委員会副委員長に選出された。2014年10月4日、体育政策を所掌する、崔竜会と、台南政策を所掌する、金守立てを伴い、電撃的に奉還し、韓国の金広慎国家安全保障室長、竜吉在統一省と会談し、今後の南北交換協議の開催に同意した。 また、新川で開催されていた2014年、アジア競技大会の閉会式にも出席した。この奉還について、日本の外交筋は、北朝鮮最高幹部3名の同時奉還は、極めて異例と評価したという。2014年10月29日、金正恩の現地視察を報じた、朝鮮中央通信の複数の報道の中で、蔡優会が、公費のエズイラよりも、 上位の最上位で紹介され、再び党中央委員会政治局常務委員としても紹介されたことから、蔡が事実上のナンバー2として復権し、木が降格したとみられた。2015年2月28日、朝鮮中央通信の報道で、木が蔡流会より上位で紹介され、ナンバー2復帰したとみられた。翌3月には、蔡竜会が党中央委員会政治局常務委員から、 政治局員に再公格されていたことが判明した。2015年4月8日、北朝鮮メディアが木を、党中央委員会政治局常務委員として紹介し、木が、同職に就任していることが判明した。これにより、国では、国防委員会副委員長、党では、政治局常務委員、軍では自卒の称号を保有した、総政治局長と、国家、党、 軍のすべての中枢機構で、金正恩に次ぐ職位を得たことが確認された。2015年8月4日に発生した、軍事境界線の非武装中立地帯に仕掛けられていた、地雷の爆発で、韓国軍兵士2名が足を切断する重傷を負った、事件を受けて、8月10日に、韓国政府は北朝鮮による仕業と発表、報復措置として、北朝鮮に向けた大型拡声機で、 金正恩体制を批判する政治宣伝放送を始めた。これに北朝鮮側が反発し、8月22日17時30分までに放送をやめなければ軍事的報復措置を取るとして、準戦時体制への移行を宣言し、南北間の緊張が高まっていた。これを受けて、同22日夜から25日未明にかけて、韓国側から金広し鎮と郝広し釈陶一章。 北朝鮮側からは、皇ヒのエズイと、金守立が出席して、反論点で会談を行い、北朝鮮が、地雷事件に、遺憾を表明することを、交換条件に、韓国が放送を中止することなどで合意した。韓国側から、国家安全保障室長の金広志陳と統一省、北朝鮮側から皇ヒのエズイと、金守立という顔ぶれは、2014年10月の、 会談と同一であり、南北の交渉窓口としては最高位のものであった。2015年10月に行われた朝鮮道道と創建70周年慶祝中央報告大会で確認された北朝鮮の人物序列によると、公費のエズイは、金正恩金ン・南に次ぐ、党内序列第3位となっている。 2015年12月に3週間も公の場から姿を現さなかった際は、韓国当局は、公費のエズイが中国で持病の治療を行っているとの見方を示した。2016年6月29日に開催された第13期最高人民会議、第4回会議で国防委員会に代わって新設された国務委員会の副委員長に選出された。 2017年10月7日の朝鮮堂々党中央委員会第7期第2回総会の翌8日に行われた金正日総書記就任20周年慶祝大会では金正恩、金英南、西龍海、僕桜玉に次いで故障されたことにより木の降格と際のナンバー2への復帰が確認された。同年11月には 韓国の国家情報院により、朝鮮労働党組織指導部が、朝鮮人民軍創成事局を20年ぶりに、検閲し、同局の不純な態度を問題視し、局長の公費のえずいは、第一副局長の金本広らの証拠とともに、処罰されたと分析された。さらに、同年12月18日の韓国国家、情報院参加の国家安保戦略研究院は、収賄疑惑により、 コーヒーノエズイが自創からウエスケまで6階級降格されたとの分析結果を発表した。大紀元は直前にアフリカで起きていたジンバブエの軍部による2017年ジンバブエクーデターに中国の関与が取り沙汰されたことから中国に接近したコーヒーノエズイに対してキム・ジョンウンは第二のジンバブエを恐れて粛清したとするチンハソラの分析を伝えている。また、 公費のエズイの粛清は、金正恩の実前である金与正の意向が働いたとも報じられている。2018年2月9日、朝鮮中央通信が前日の軍事パレードを伝える報道の中で、金賞額を朝鮮人民軍総政治局長の肩書きで紹介し、木の総政治局長会人が確認された。また、同年4月12日の朝鮮中央通信の 報道により、前日に開かれた最高人民会議第13期第6回会議で、金正恩の定義により期が国務委員会副委員長から解任され、金賞額が国務委員会委員に選任されたことが判明した。2018年6月30日、金正恩の中朝国境地帯への視察に同行し、8ヶ月ぶりに同性が報じられた。同年8月に、朝鮮中央通信は、 日は、党中央委員会第一副部長についていることを伝えた。早稲田大学教授の重村利光によると、コーヒーの絵図は、金正恩のイボアネキンを妻とし、金正恩の義理の兄に当たるという、ありがとうございます。